沼田事業所、株式会社 NTT 東日本群馬は、かつて存在した東日本電信電話、株式会社の支店が担当していた業務をアウトソーシングした都道県域会社のうちの1社である。2014年7月1日に、株式会社 NTT 東日本栃木、株式会社 NTT 東日本長野、株式会社 NTT 東日本新潟とともに、 株式会社 NTT 東日本埼玉に九州合併され、株式会社 NTT 東日本大関新越となった。NTT 東日本100%の子会社で、主な業務としては、一般向けには、フレッツ光やフレッツ ADSL、光電話といった回線の販売や保守、工事を、 企業向けとしてはそれらの回線の販売や保守と合わせ、企業ネットワークの構築や PBX の販売設置等の法人向けソリューションなどが中心としていた。また、電報の委託や116等のコールセンター、さらに NTT ドコモのドコモスマートフォンやタブレット端末をはじめとした携帯電話の代理店販売を中心とした業務も行っていた。また、 自主事業としては、ノベルティの作成、増援、岩塩の販売、リユース商品の販売、リサイクル業、PPC 用紙やプリンター、パソコンの販売など通信業を超えた業務を行っていた。ありがとうございます。